t p c、PC、をご覧の皆さんこんにちはここからの時間は新型コロナウイルス感染症情報をお送りいたしますそれではご覧ください 住民福祉課から新型コロナウイルス感染症情報についいてお伝えいたしますえ今日は 5, 5歳から11歳までのワクチン接種について、そして3回目の新型コロナワクチン接種について、そして新しい話題として、4回目の新型コロナワクチン接種についてお伝えをしていきます。 さて5歳から11歳までのワクチン接種について新型コロナワクチン接種ですね、についてなんですけれどもお子様の接種につきましては接種費用は大人の方と同じように無料ということになっておりますそして接種回数につきましても2回とま1回目と2回目をセットでやっていただくということでこちらも大人の方と同じような形で始まっております 接種間隔につきましても通常まあ三週間を空けていただいて一回目と二回目を打っていただくというような流れになっております。これも大人の方と同じような流れになっております。使用ワクチンなんですけれども使用ワクチンはファイザー社製の子供さん専用のですね小児用ワクチンを使用しております。そして高森町では。 南阿蘇村、西原村と、えー、山町村共同で、えー、集団接種で,です、ね、子どもさんの接種を実施しているところです。これはあの小児科の先生にお越しいただいて、まあ、特別な会場で、えー、接種を実施するという体制を取っているためです、えー、集団接種会場としましては、えー、南阿蘇村にあります旧釘野中学校の体育館と。 いうことで設定をしております。高森からでも西原からでも、また南阿蘇村からでも、まあ、中間地点というところで、えー、場所の設定をしておるところです。えー、5歳から11歳までの方は必ずですね。保護者の方、親権者の方とですね。一緒に来場していただく必要がありますので、えー、接種を希望される場合はスケジュール調整も併せてお願いいたします。 え、子供さんの接種の現在の状況です。えー、子供さんの接種につきましてはですね。日程の方をま第1弾、第2弾、第3弾ということでえー、3つのセットを用意させていただいております。で、今現在第1弾の方が始まっております。第1弾は4月24日。 とお、5月のセットになっておりますが、先日えー、1回目が終了をいたしました。えー、高森からはまあ、40数名のまあ、50人弱の子どもさんお越しになったんですけれども、お無事接種を済ませていただきました。予約通りにお越しいただきました。えー、第2弾につきましてはえー、5月の末から6月のセットになっておりますが。 こちら5月9日から予約開始ということになっておりますので、えー、ご希望の方はスケジュール調整をよろしくお願いいたします。また第3弾につきましては、えー、7月と8月というのセットということで夏休み期間中のセットになっております。えー、予約ににつきまままししてはたた後日日お知らせいたしますが、えー、接種券の中に、えー、日程を 書いたチラシが入っておりますので、えー、もしご希望をされる方はですね事前にスケジュール調整の方をよろしくお願いいたしますえー、子どもさんの接種につきましては先ほど言いました通り会場は南阿蘇村あ旧釘野中学校の体育館ということで小児専用ですそして予約方法もコールセンターなども小児接種専用となっておりますのでご注意ください えー、予約につきましてはですね、えー、専用のコールセンターにお電話いただく方法もあるんですけれどもネットで予約をしていただくこともできます、えー、少しですねネット予約で分かりづらい場所があるということでご指摘を受けましたので、えー、ご説明をしておきます、えー、接種券の中に入っている予約のチラシの中に QR コードがあります。まあ、スマーートフォンなのでで QR コードを読んでいただきますと こういった画面が出てきます。山、え、頂、ー、村合同ですので、えー、高森町まあ、町村名をですね選択する場所がまず最初に出てきます。ここで高森町を選択をしていただきます。そして、えー、選択していただきますと次に操作方法を説明する画面に移るんですけれども、えー、まあ一番最初に大事なことが書いてありまして。 ログインするための ID とパスワードについてです。ID は接種券番号を使うんですけれども高森町の子どもさんの場合はですね接種券番号の最初に必ずアルファベットの小文字 T をつけていただくということを忘れないでくださいということがここに書いてあります。これは接種券番号がですね他の町村と少し重なっている部分がありますので えー、高森町のお子さんだということをの目印にするために、えー、高森町の、T、をおー一番最初ににつけることになっておりますそしてまた下に進んでい,いきますと、えー、このネット予約の操作マニュアルを示してある部分とおもうマニュアルを見終わった方につきましては「予約する」ということで予約に進む場合は「予約する」を押していただければと思います。 えー、予約すするを押していただきますとログイン画面に移ります、えー、ログイン画面では先ほど言いましたとおり接種券番号のところには、えー、まず最初に小文字の T をつけていただいて、えー、お子さんの接種券番号を入力してくださいそしてパスワードにつきましてはお子さんの生年月日 8, 8桁で入力をしていただきます えー、平成25年、えー、西暦でいうと2013年の2月13日生まれのお子さんにつきましては、2013-0213というパスワードになります。これを参考にパスワードを入力していただければと思います。また、ネット予約はお子様1人につき1人のメールアドレスが必要です。 え2人以上ご予約の場合はです、ね、別のアドレスをお使いいただくかアドレスを登録せずに予約するという方法を取っていただきますので、えー、あらかじめです、ね、どちらにするかを選んでいただいてご予約に進んでいいただければと思います5歳から11歳までの方につきましては、まあ、予約についてはです、ね、電話かネットで予約をしていただくわけなんですけれども。 えー、接種券のお送りした封筒のチラシの中にも書いておりましたが5歳から11歳までの方にはですね、えー、接種の努力義務は適用されておりませんあくまでも任意の接種ということになっておりますですので、えー、こちらですね、まあ、12歳以上の方には できるだけまあ打たなきゃいけないということで、えー、努力義務の方が課されているんですけれども子どもさんには課されておりませんので、えー、打つか打たないかというところについてはですね、まあ、効果と副反応いろいろ検討していただいてご家族で話し合っていただいてですね、えー、決めていただければと思います、えー、子どもさんの専用のコールセンターです。 阿蘇南部小児専用コールセンターになりますお問い合わせや、えー、予約につきましてはこちらにお願いいたします電話番号0570-007-711、えー、平日、同日、祝日すべ、えー、てにおいて午前9時から午後6時までの受付となっております 第2弾については5月9日からの予約開始となっておりますのでご注意くださいさて次に大人の方の接種についてです12歳以上の方ですねの接種についてです3回目の新型コロナワクチン接種についてです3回目の対象者は2回接種を完了した12歳以上の方が対象となっております えー、2回目接種から6か月以上経過した方が対象となっております。そして、えー、3回目接種もですね順調に集団接種の方が進んでいきまして、えー、4月28日をもちまして3回目の集団接種は終了いたしました。えー、現在はですね、えー、その6ヶ月目が到来これから到来していく方 などのですね個別接種について予約を受け付けているところです12歳から17歳までの方につきましては3回目接種はファイザーのワクチンのみが承認されております現時点でモデルナのワクチンで3回目接種をすることはできませんのでご注意ください今高森町で個別接種を受け付けているのは全てファイザー社製の ワクチンで個別接種の予約を受け付けておりますので、全ての年齢の方が対象となります。12歳以上の方の3回目接種のお問い合わせや予約につきましては、高森町の新型コロナワクチン接種コールセンターにお問い合わせください。電話番号は0967-63-0312です。 平日の午前9時から午後5時までの受付となっております個別に個別接種につきましては電話予約のみとなっておりますのでご注意くださいさて、えー、新しい話題なんですけれども四回目の新型コロナワクチン接種についてなんですがまあ報道などで皆さんもご覧になっているかもしれませんが今ですねえー まあ、4回目の準備をしてくださいということで、えー、市町村の方には通知が来ておりますですのでまあする準備ということで私どもも進めておるところですただまだ国の方で、えー、対象者をどの範囲にするのかあと時期をどの時期にするのかということが検討されておりますえー、これからですねまた説明会などが開かれて市町村の方にもお 内容が伝えられてくるかと思います私どもでも内容が分かり次第ですねまた皆様にお伝えをしたいと思っておりますので4回目接種につきましてはもうしばらくお待ちいただけたらと思いますさて今日も子どもさんの接種そして大人の方の接種注射についてですね中心にお伝えをしてまいりましたが。 えー、熊本県内新型コロナウイルス感染症の新規発生者数やはり、えー、まだ600人台であるとか、まあ、700人台であるとか非常に多い人数の発表が日々あっております、えー、これからゴールデンウィークに入って、えー、人の往来が多くなる時期に入ってまいります、えー、高森町の皆様には重要なお願いです、えー、感染予防のため 外出時の感染防止対策の徹底にご協力をお願いいたしますえまた、基本的な感染予防として症状がなくともマスクを着用してくださいこまめな手洗い、手指消毒、換気を行ってください発熱時は仕事などを休みかかりつけ医などに電話相談をされてください 引き続きですね、感染予防に皆様のご協力をお願いいたします。以上、今週の新型コロナウイルス感染症に関するお知らせでした。 熊本の公式健康アプリが登場毎日歩いてポイントゲット貯めて豪華商品サービスを当てよう もっとポイントを獲得しようウォーキングやイベントをクリアしポイントを獲得しようさらにランクアップで得点が豪華になる今すぐダウンロード